さっさーでとはいいやっていきましょう。すげえ2人だなこれ。何これ。ツインズかー、めんどくさいなー。来たな。ナイス、ナイス。かっこよすぎない、このミンちゃん。なんでこれ姿見えるんだ？なんで今姿見えたんだろう？どういうこと？これなんで姿、発電機がつくたびに見えれるようになるけど、どういうこと？なんかそんな、パークかなんかあんのかな、味方。全員に共有されるようなパークなんかあったっけ？なんだっけ？あ、あれか。なんかあったな。発電機一人でやってると光って見えるやつかな。なんかあったな、そういえば。一緒にいよう的なやつだっけ？なんだっけ？なんかあったな。発電機つくたびにみんなの位置が見えて、キラーの位置も見えるやつ。やべえな、めっちゃ強いな。ん？誰も助け行かない？で？黄色くなってないから殺人鬼は触ってないのか、他の人は。あ、キャンプしてたんか。救助を伺ってた感じかな。やばい。これ這いずり狙ってんのか。やべ、見られたー。あー、めっちゃキャンプしてる。
なるほど、あんだけ近くにキャンプしてたんか。まだ体力ゲージあるから最後みんなで助けに行って。ただなんかノーマンありそうだな。ゲート向こうの方が近い。向こう開けたいけどこっちちょっと。これね、ついてると出れないんだよね。よし、オッケー。ド派手すぎる。あ、大丈夫そうだな。ただ来るぞー。オッケー。すげえ、これパジャマっぽい。パジャマなんかな。なんだっけな。あれ？あ、怨恨か。なるほどな。インシディアス。怨恨か。てか俺が怨恨のターゲットなんだったんだ、オブセだったから。あ、這いずり構成で行こうとしてたのか。怨恨、そう考えるとサバイバルめっちゃ有利なパークだなこれ。怨恨ってなるほど。ということで、ではでは。